茨城県道228号玄中田線、小賀市ジ茶屋新殿茨城県道228号玄中田線は茨城県小賀市市原から同志中田に至る一般県道である。小賀市原の国道354号より分岐南下し同市同志中田の国道4号交点である中田町交差点まで南北に結ぶ延長約 5km の路線。路線ルートは ほぼ旧日光街道を踏襲する。なお、旧日光街道は本県道の終点である中田塾から本県道ルートを通り、茨城県道261号のぎこが線を経て、古賀塾へ向かう。1965年、新たな一般県道として、古賀市大技原を起点とし、古賀市大技、中田の終点まで至る区間を、茨城県が県道路線認定した。 1995年に整理番号変更により現在の整理番号228となり、現在に至る。全区間が対抗2車線、小菓ジ茶屋新殿の JR 東北本線踏切を境に北側が速度制限は時速 50km、南側が時速 40km 規制である。一部区間に歩道部の福音が広く取られた区間があり、 歩行者用と白線で分離した自転車専用レーンが設けられている。踏切での歩道部は歩道橋で整備されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。小賀市大矢原寺一里塚東229番、天道小菓子岩分岐点小賀市大矢中田832番の日先。 利根川の堤防下にある国道4号交点の交差点。終点付近の一部区間を除く。ABCD、道路の区域変更、道路の共用廃止、茨城県法、第5976号、P6、ABC、道路の区域の変更、茨城県法号外、第26号、P5、ABCDE、 茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在、県道路線の認定、茨城県法、第5264号、P2、道路の区域決定、道路の共用開始、茨城県法、第5264号、ピアニッシモ、3、5、道路の区域変更、茨城県法、第5336号、ピアニッシモ、2、3、 県道の路線名及び整理番号の変更、茨城県法第637号、ピアニッシモ82、車両制限令の規定に基づく道路の指定、茨城県法第1241号、ピアニッシモ1014。ありがとうございます。